くちゃ言う話しございます。今回の動画ですね。いやー、1年に1回ね、僕がですね、楽しみにしてる商品がね、ようやく発売したんですよ。YouTube Studio っていうね、コメントとか見るね、アプリがあるんですけれども、そこでバーって見てたら、キトさん、BBM Genesis、ついに発売しましたよということで、もうね、そのコメント見た瞬間に、速攻で買わせていただきました。それがこちら、いやー、マジでこれ楽しみにしてた。ちょっと中身開封のためにね、開けたんですけれども。うわー、すごい。相変わらずすごい、ゴールドな感じで、かっこえー。はい、今回開封するのはこちら、BBM Genesis 2021ということで、1ボックス13,200円ということで、新品未開封で、かなりの重圧があります。かっこよすぎる。いやー、やっぱり野球カードやったら圧倒的 BBM。 毎年ね、ジェネシスとグローリーっていうやつが出るんですけれども、まあ、今回はね、ジェネシスっていう感じで、で、グローリーだったら15,000円ぐらいで、なんと1パックなんですよ。これはですね、合計20パック入ってて、まあね、開封がね、楽しめるっていう感じで、これなんかね、ミニボックスが4つ入ってるんですよ。そのミニボックス4つの中から、まあ、メモラビリアは確定で入ってるプラス、まあね、なんかヤバいカードが4ボックスのミニのやつの中から出るみたいな感じ。目標何にしよっかな。ちょっと山本選手か山田哲人選手のなんかボールサインとかがね、欲しいですね。僕ね、なんか前回ぐらいのやつで周東選手の7枚しか世界にないやつ当ててるんで、結構ね、 BBM とね、相性いいんで、今回もね、なんかすっごいやつ出しそうなね、感じはあるんで、非常に楽しみです。じゃあ早速今からね、もう開封したすぎるんで、アングル切り替えてこちら開封していきたいと思います。ではいかっ、はい、アングル切り替えました。じゃあ早速ね、開封していきたいと思います。いやー、マジで箱の高級感がすごすぎるわ。純金のゴールドバー持ってるみたいやもんな。野球界のインゴットっすね。黄金の10年、ジェネシス10周年の感謝を込めて、2012年版レギュラーカードの直筆サインカードを限定封入。で、1ボックス、で、4ミニボックスの20パック入りで。まあだから本屋さんとかね、こういうの売ってるイメージがあるんですけど、1ミニボックスからでも買えますよっていう感じですね。で、1パック600円やから、マジで高級すぎるパックになっております。で、横見るとね、なんかラインナップとかがね、書いてあって、まあ、全コレクション156種プラスアルファっていう感じで、かなりね、プラスアルファは多いかなっていう感じですね。早速上げていきましょう。このね、シュリンク開封がやっぱ一番いい。もう中古品になりました。オープン。うーわ、金やな。もう金すぎてなんか照明が反射してるもん。で、こんな感じでミニボックスが4つ入ってます。じゃあまず右側から開封していきましょうか。パックはどんな色なんやろね。せーの、よいしょ。うーわ、これはメタリックになってる。銀色っすね。またこの箱の金色からの銀色、またええなで、これね、5パックずつなんで、まあ、1パックと2パック2パックで開封していければいいかなと思います。よいしょ。何が来る？記念すべき一パック目。増田選手、山岡選手、鈴木選手、又吉選手、今永選手。うわぁ、これかっこええなぁ。で、相変わらず全部選手データが載ってて、こんな感じで全てゴールド仕様っすね。うわぁ、かっこええわ。これは確かにだいぶ高級感あるね。で、普通のカードにはシリアルは一切入ってないっていう感じ。グローリーはね、もう全てにシリアルナンバーがね、入ってるんで、まあ、その辺の楽しみ方はないっすね。上沢選手、三森選手、おー、増田選手の、これメモラビリアか。一パック目でも来てるからな。はい、シリアル載ってますね。50分の22ということで。まあこれはね、ミニボックスにはね、メモラビリア入ってるんでね。最初のメモラビリア枠は、このね、増田選手でしたね。ありがとうございます。で、菅野選手、梅野選手、ワン選手、マルティネス選手、甲斐選手、大城選手、大山選手。カードをこの金色で並べた時の輝き方えぐいわ。ピッカピカ。みんなにもこれちょっと触ってほしいぐらいの質感やわ。最高。オースティン選手、安田選手、あー、なんかチームカード的なやつですね。めっちゃ分厚いやつ。で、甲斐選手、栗林選手、山本選手、平選手、則本選手、林選手、小川選手。2ボックス目。せーの、ドン。磯畑選手、中村選手、角中選手、中村選手、中野選手。いやー、中野選手嬉しいね。もうルーキーとは思えへんからな。マジでちょっと新人王あるんちゃうかなって思ってます。
福田選手、栗山選手、早川選手、ウィーラー選手、糸原選手、西川選手、松田選手、中村選手、柳選手、浜口選手、森選手。お、なんか来てるね、これ2個目のミニボックスで何か来てます。涌井選手の後ろ、せーの、ドン。うおー、サインカード来ましたね、直筆。島選手っすね。直筆サインカード来んのはマジでありがたい。これは嬉しいね、最高です。おー、30分の4っすね。これはかなりレアっすね。このカードの裏面に書かれているサインは選手本人の直筆サインであることを証明いたします、ということで。うわー、すごいね、大感謝や。で、残りは西川選手、山田選手、岡本選手、宗選手、で、源田選手、中野選手。3ボックス目、せーの、ドン。美馬選手、平野選手、森選手、奥川選手、松原選手、愛斗選手、松井選手。おー、佐野選手のメモラビリア来ましたね。シリアルは何番か。おー、ちょっとこれ桁多いね、200分の91っていう感じで、今回はね、グリーン色のメモラビリアでしたね。ありがとうございます。で、森下選手、サンタナ選手、渡辺選手、石川選手、大島選手、三島選手、坂倉選手、宮城選手、牧選手。うわ、びっくりした。俺ちょっと運良すぎんか、絶対来おへんと思ってたわ。渡辺選手のジャージカード来ましたね。うわぁ、質感むっちゃいい。やっば、これは嬉しい、ありがとうございます。シリアルはドン。あ、これだいぶ多いね、300分の74ということで、めちゃめちゃ桁が多いな。渡辺選手ちょっと製造されすぎちゃうか、すごいわ。でもジャージカード来るとは思ってなかったから、これは普通に嬉しいね。で、和田選手、小園選手、山川選手、浅村選手、村上選手、坂本選手、青柳選手。ラスト4ボックス目、せーの、ドン。伊藤選手、栗原選手、根尾選手、戸郷選手、近本選手、荻野選手、杉本選手、堂上選手、佐野選手、栗選手、佐々木選手、紅林選手。おー、メモラビリアいけましたね。ラオウこと杉本選手。シリアルは、ドン。おー、100分の93。今回これ紫色っすね。ラオウっぽい色やもんな、なんか。いや、嬉しいね。ありがとうございます。で、高橋選手、宮崎選手。ラスト2パックでちょっと、もう1枚直筆サインカードが欲しい。はい。かな、ちょっとわからへんねんけど、ちょっとね、ジャージカードも入ってたんでワンチャンあるかなと思います。高橋選手、田中選手、島内選手、菊池選手、オスナ選手、青木選手、堀選手、チームチェックリストで、岡島選手、ラストはネオ選手。いいよ。はい、ということで、今回の主な大当たりなんですけれども、増田選手のメモラビリアで、島選手の直筆サインカードで、杉本選手のメモラビリアで、まさかのジャージカード入ってると思わなくて、渡辺選手のジャージカードで、佐野選手のメモラビリアっていう感じで、5枚メモラビリアがね、これ来てるんで、限定カードが。なので非常に運はいいのかなって思います。いや、直筆サインとジャージカード同時に当たったのこれ初めてやな、ジェネシスで。大勝利っていう感じで、史上初の出来事がね、起きたんで、開封してよかったなって思います。いいよ。いやー、よかった。いや、マジで1年に1回のね、この BBM の開封ほんまに楽しいわ。次がね、だいたい3月とか、まあ、2月ぐらいにグローリーがね、来年に出るんでね、それも毎年ね、欠かさず買ってるんですけれども、やっぱり夢があるね、これね。割と今年のやつはね、全然品薄になってなくて、割と買いやすいですね。グローリーはね、まあ4000個限定とかなんで、非常にね、買いにくいんですけれども。で、これね、僕 Amazon で買ったんですけど、まだね、全然在庫あったんで、よかったらね、下の概要欄にね、リンク貼っておくんで、興味があったらね、買ってほしいかなって思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル高評価よろしくお願いします。それでは、せーの、また見てボーボー。